はい、おはようございます。プラモヤ店長がお送りするキットレビュー、本日は青島の S パッケージバージョン R シリーズの、ベルテックスの FD3S ですね。まあベルテックスのエアロー、まあ今まあドリシャのエアローとしてまあ結構流通量も多くなってる方だと思います。まあそうですね、結構 FD で横向けてる人ってなかなか正直少ないかなーって気はしないでもないですが、まあ今中古相場がだいぶこなれてきてる方なのかな。ちょっとずつ多分またこれから上がっていく一方じゃないかなと思いますんで、まあ実写の方もまあまあまだまだ見る機会は多いと思いますし、まあ FR でロータリーっていうともうこれともう8の方は今8もだいぶ安くはなってきてますけど、まだ底値という感じではないので、まあ実写もまだまだ目にする機会は多いんじゃなかろうかなと思います。どっちかっていうと FD はドリシャというよりもグリップのイメージ、グリップ最高速とかそっちの方のイメージの方が強いという気はしないでもないですが、まあ今いろんなスタイルでやってる人もいますんで、まあこういうキットも一応ありますよという程度に思っておいていただければと思います。じゃあ中の方見ていきますね。青島の FD なんですけど、基本的にはホイールは今まで全部ピンタイプだったと思うんですけど、こいつに関してはポリキャップのタイプになります。なので自分が組んだことあるのは、マツダスピードの A スペックと、ベイルのコンバットは組んだことあるんですけど、これはまだちょっと組んだことがないんであれなんですけど、まあ、あとシーウエストはも、組んではないけど持っているってやつでシーウエストがありますが、その辺は全部ピンタイプなので、ポリキャップタイプを望まれてた方には、ありがたいキットなのではないかなと思います。結局ホイール変えようと思うとなかなかないですからね、ポリキャップじゃなくてピンタイプのホイールは。で、足回りなんですけど、基本的には共通のようです。ただちょっと、これはまだ組んでないので何とも言えないですけども、この足回りを使うことによって多分ローダウンで組めるんじゃないかなと勝手に思っています。実際組んでみてちょっとどうなのかなっていうのはわからないっていう点もあるにはあるんですが、要はこの、余剰パーツじゃないですけど、ノーマルの足と、またちょっと違う足周りのパーツが入ってるんです。こっちが、もともとついてる方のやつで、で、多分、この分だけ、あら、失礼。よいしょ。この分だけですね。このちょっと見づらいかもしれないですけど、この、要はその、ポリキャップタイプに変更するにあたっての、このパーツを組み込むことによって、車高がだいぶ下がるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、あくまでも見た目での印象なので、実際ちょっと組んでみたいところではありますが、まだちょっとうちも仕入れたばかりなので、まあ、出回ってるキットだとは思いますので、まあ、その辺を見てもらうと、多分制作機みたいなのがいっぱい上がってると思いますんで、その辺を見ていただければと思います。で、この実車の方は、このようにブリッドのフルバケがついてますけど、これ余剰パーツとかでフルバケが入ってません。ノーマルのシートになってます。なので、まあ、実車再現を目指すんであれば、フルバケのシートとかを持ってくるのがいいかなと思います。ちなみに、青島と、富士見で、シートの、なんて言ったらいいんですかね、細さって言ったらいいんですか？要は、富士見の方が若干シートの方が細いんですよね。で、青島のシートの方が若干この、座面の方が、幅広になってますので、青島のシートを富士見に流用するのはちょっと難しいケースもあります。その逆はすんなりいくと思うんですけど、ただそうすると、この室内の幅広さに対して、狭さがちょっとねっていうこともあったりとかしますんで、その辺はまあ、組まれる方が、好みにって感じになってしまいます。あとマフラーはこのように途中でぶった切ってつける、青島の、独特のというか、
昔からの伝統というか、そんな感じのマフラー形状になってますので、ちょっと組み付けにはコツがいるかもしれません。でですね、このキットなんですけど、窓枠マスキングがついてたりしますね。ちょっと見づらくなっちゃってるんで、あれなんですけど。で、よいしょ。ボディなんですけど、多分これ専用じゃないかなと思うんですけど、ベルテックスのみだと思うんですけど、ボンネットがですね、まあ、ダクト付きのエアロボンネット形状になってます。なので、まあ、黒ボンするのも、まあ、ちょっとマスキングとかは必要だとは思いますけど、黒ボンも似合うと思いますし、まあ、これはこれで、多分スイッチ金型か何個じゃないかなと思うんですけども、まあ、こういうボンネットを、まあ、例えばプラ板とかで作られる方もいらっしゃいますけど、そういうのちょっと作るの面倒だなとか難しいなとかって思われている方には、ありがたいキットなんじゃないかなと思います。というわけでですね、今回はですね、まあ、ベルテックスの、FD3S ということで紹介させていただきました。まあ、ちょっと車高とかが、どんな感じになるのかなっていうのはすごい興味があるところではありますが、まあ、ちょっとこれは、一回組んでみたいなという気持ちもありますが、ちょっとすぐにはちょっと取り掛かれないかと思いますので、また、組む機会がありましたら、またそれは、ブログの方のですね、制作機の方で、また紹介させてもらおうかと思います。多分、このキットだったら、車庫端にしとかないと似合わないなーっていう気はしますんで、多分その辺も青島さんがやることなので、多分考えられているとは思いますけども、そんな感じで組んでみてはいかがかな。まあ、ドリシャチックに組むもよし、これベースにバリバリのグリップ仕様に組むもよし、あ、ちなみに、リアの GT ウィングですけども、一応この箱絵にも書いてありますが、アペックスの、ピントが来ない。アペックスのエクストリームウィングっていう風になりますんで、ベルテックスの 3D ウィングではないです。3D 形状 GT ウィングではないので、その辺だけ、まあ、もしフルベルテックスで組みたいんでしたら、ベルテックスのサイトとかを見てもらって、プラ板とかで削り出したりとかして作ったりしてみるといいんじゃなかろうかと思います。というわけでですね、本日はベルテックスの FD3S ですね、を紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。